からいってみたいと思います。はい、やぐっちゃん、はるきさん、こんばんは。こんばんは。やぐっちゃん浸透してますよ。やぐっちゃん浸透してますよ。やぐっちゃんっていう一応架空のキャラなんで皆さん早いですね、取り入れるのが、ね、今まで矢口さん、春樹さんでしたからね、うん、めんどくさいね、なんかなひどですか、言い出したらそっちじゃないですか。はい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 、はい、たまにしたくなる昔の遊びってありますよね。うん、S剣の鬼さんからです。はい、昔の遊び、うん、私かなり知ってますよ、いろんなの。昔のっつったって、矢口ちゃんも昔なんて大して昔じゃないでしょって思うでしょ。うん、私あの小学生の頃、お母さんたち共働きだったんで、あの学童保育に行ってたんですよ。わかります？苦労したんだねいや そんな別にあの重い話じゃないんですけど。そこじゃないの？違いますよ。どうやってここまでのし上がってきたかって違います。じゃない、その学童保育っていうのは結構昔の遊びを教えてくれる場所なんですよ。うん、プラ板とかわかります？プラ板、プラ板、あの透明のプラスチックの板に絵描いてレンジでチンってするとキーホルダーぐらいの大きさになるんですよ。ああいうのとか全部教えてもらいました。それでまあいつかね、はい、あの高いおもちゃを買ってやるっていうこの世界を目指したわけでしょよくやった。はるきさんは子供の頃ね、あのね、はい、この前ふと思い出したんだけどね、あのね、リンボーダンスってのがね、すげえ流行ってたのよ。やりました、やりました。リンボーダンスはでも流行ってないの。流行ってる。俺がだって流行った、小1とかぐらいの時に日本中がこのなんかね、リンボーダンスに興じたわけよ本当に。でも何がさ、そんなに楽しかったのよく覚えてないんだけど、すげえ盛り上がってたの、学校とかで。何がダンスなのかよくわかんない。まあでもほら、音がかかっててこうやってやりながら通るじゃん。でもなんか急にシュッとなるみたいな。なるほどここまで続けたけどシュッてなるなるなる、なりますね。あれなんなんだ、あれがね、すごく流行ってたんですけども。はいはいはい、ここでちょっとテレビの前のね、リンボーダンスを知らない皆さんのためにリンボーダンスの細かい情報。ほら、日本で、流行ったきっかけは30年ぐらい前、桂三枝師匠が司会をする番組で、レッツリンボーという掛け声で、西城秀樹さんや郷ひろみさんが真剣にリンボーするコーナーがあった。それで一般に広まったのではないかという説があります。レッツリンボー、今誰？三枝師匠ですね。なるほどね。でもなんか確かにそんな気がしないでもないな。俺これ見てたような、見てないような。まあ今やビッグスターのお二人が。はい、いや当時からビッグスターです。何やぐっちゃん何目線なの当時からスーパースターですよ。あ、そっか、うん、最近のし上がってきたみたいな何はともあれ、レッツリンボー。まずは1m30cm から。ヘイ、ミュージックスタート。ちょっと帽子危ないで、ねえねえ、これ結構きついよ。はるきさん頑張れ頑張れ頑張れ。皆さんも手拍子よろしく。続いて1m、レッツリンボー。ほんなだよ。ミュージックスタート。低いよ。低くない？これ。おー、